湯を沸かし、竹の切り筒で見物人に振る舞うしきたりがあります。10本ぐらい太くできたね、あの長いな、ここぐらいの大きいやつの、うん、あまり席なに宮内さん、もうよかけないよ。じゃあ巻いてください。はい、あんまだけもらってない子。
倒れた戦場という林で子どもたちが害虫や爪を追い出します。倒れた戦場、はい、あとはアゼアヤブを火のところで焼きます。観客の皆さんは害虫ですのでよく焼かれてくださいね。お母さんやってとらんの。
アウンズ牛が登場しますけれども、大変な暴れ牛ですので、皆さんのところにもかかってくるかもしれません。Thank you.
ぜひ皆さんも拾って持ち帰ってください。